おはようございますなんかおかげさまでね私もこうして毎日のびのびと暮らさせてもらって日々出勤の恐怖に怯えることもなくノルマもなく人間関係も特にわざらしいものは全くなくそもそも誰にも会わないし毎日社会活動に参加してないしみたいなねただパパ活といって子育て家族をねどういう風に楽しんでいこうかってことだけを考えてやっております私の世界は非常に狭いです ですので、ユーチューブだけが唯一社会とつながる。まあ、人間関係と言ってもいいかもしれないですね。はい、ええー、そうか、じくの、これでございます。あの、よくね、久保さんだからできたんでしょう。よしさん、しにさんだからできたんでしょう。これ、本当に今までもよく言われましたし、これからも多分言われるでしょう。まあ、ですんでね、よしさん、多分、こういう答えが、まあ、あるんじゃないかなと思うんですよ。確かに、私だからできた。よしさんさんだからできた。ね、これは、私しか学んでないことがあるから、私しか。 学んでなない常識識や知識があるからそううっちゃうよねと吉谷さんしかやってないことをしてるからそうなるよねでも吉谷さんだからできたんでしょう久保さんだからできたんでしょうっていう方はみんながやってることを自分もやっているそして多くの人がほとんどの人がやらないってことを自分もやっていないだから結果的にそこに落ち着いちゃいますよね。私が麻雀店のの親父をそのままやってたら 他の麻雀店の店とと同じよううな人生が続いていてただけかと思うんで,すよでもマージャン店のおやじではやらないようなねパソコンで何かをやっていたっていうことをやったからそっから抜け出してそして資産構築してみんながやらないことをやってしかも多くの方が挫折するところで挫折しなかった行き切ったと思うんですよじゃあブログを書く人はたくさんいますじゃあブログをね1,000個作る人はあんまりいません ブログを1万個作る人はほぼいませんじゃあ1万個以上作った人の世界に行く人は私をはじめとして少数しかいないってことですよねだから「久保さんだからできたんでしょ」うになるのはしょうがないですよね1万文字のブログを何年も書き続けてる人ってそんなにいないと思うんですよ吉谷さんんぐらいいいしかいないと思うんですよだから「吉谷さんだからできたんでしょう吉谷さんだからブログを毎日書けたんでしょ」うになるじゃないですか ってこととじゃなないかなと思うんですよだからみんなやってることを自分もやってたらみんなと同じ結果になると一部の人しかやってないことをやるから一部の人しか見えてない世界体験できない世界30万の自転車の世界に行けるんだと思うんですよねえっ、ー、と私トランザム乗ってますけども多くのアメ車乗りの方とお会いしましたでやっぱりね普通の会社員しながらアメ車を維持することは非常に大変らしいんですよででも私は普通の会社員をやってないんで アメ維持することととはは多分大変さはちょっとね、違うと思う思んですよ。これあんまり言うとねあの腹を立ててる人がいるかもしれませんけども会社員じゃ無理だなっていう私の入り口があるんですよ。例えば月給25万とか35万でアメ車を維持することはまあ不可能だと思うんですよ家族もいるのにねだから私はその選択をしてないでもその選択をしてない人っていうのは少ないと思うんですよだから私にしか見えてない景色に出会えたのかなと思いますし でももともとは私マージャン店の親父ですからねマージャン店ってのは店舗を構えて契約をしてコストを払って人を募集して人といろんなねあの話し合って多くのお客さんを迎えして多くの経費を払って取引先となんかいろいろ接触してみたいななんか知んないけども売り上げにつながるための作業が莫大多いんですよ全部ロスですよね単価も安いのにでも今は高い単価のものをたった一人でやっていて作業時間が極端に短いと。 なんで極端に短いかっていうとあらゆる店舗もないし人材教育もいらないし人も募集しないしってこういう作業はないんですよねせいぜい会計をするぐらいなんですよ。あとはパソコンというかねスマホがあれば売り上げが100万でも200万でも上げれるようになったんでこれは私しか見えない景色ですよねでもスマホはみんな持ってるわけですよ。スマホの使い方は私にしか使ってないような使い方をしてるからだから特別な人生を 読みたいなと思ったら特別な学習をしなければいけませんし特別な知識が必要だし特別な体験を繰り返していくしかないよねってことですよね <laughs> じゃあ特別な体験何があるかなって言ったら YouTube をこうやってねやりとりを3000回4000回日々繰り返すことこれは特別な体験でしょで現実その億万長者合宿のやりとりの中で売り上げが数百万もう生まれてるってこともありますんで YouTube というね無料で使えるものを 他の皆さんと同じように使ってるのにやってることが違うから、うん、だから久保さんしかできないですよ吉谷さんだけができるんですよっていうところに行くんだろうなと思いますよね。じゃあ今日も一日始めていきましょうか。いってらっしゃい。